写真拡大。セリーグ、巨人6対3阪神、19回戦、巨人13勝6敗。18日、東京イン中5日で先発した巨人、山口俊投手、32は6回23を投げ8安打3失点。自身8連勝を飾り、シーズン自己最多となる12勝目、2敗を手にした。1、2回は走者を許すも、3から5回は三者凡退。順調にアウトを重ねたが、7回に福留の中前的自打で3点目を失ったところで、途中降板。それでも、6回2死満塁で3ボールから高山を空振り三振に抑えた。元巨人監督の堀内恒雄氏、71は19日、ブログでこの場面を振り返り、あの場面でフォークを投げてくるとはね。その度胸は素晴らしいと思ったし、頼もしいとも思ったよと絶賛。